はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、まあ、ちょっといつもと違う雰囲気ということで、久しぶりですねガチチャレンジしたいと思います。で、本日はですね、こちら食堂つつむさんという居酒屋さんなんですけれども、昼なんかにはランチなんかも提供しておりまして、ちょっとのお店のラインナップ聞くと、めちゃくちゃそっちを今食いたい、ガチチャレンジっていうのはもう気が重たいので、その美味しそうなねメニューも食べたいところなんですけれども、こちらのお店さんでですね、今水木曜の2日間、週で2日間ですね、限定で冷汁を夏季限定でメニュー販売しておりまして、それを記念にというか、まあ、そのタイミングでですね、チャレンジメニューが登場いたしました。こちらのつつむさんで、しているチャレンジが3キロと 5.5 キロの2種類ですねございまして、今回もちろん僕は 5.5 キロ、挑戦させていただきたいと思います。制限時間が、40分で、成功の場合はお支払いが4000円でプラス4000分のお食事券がいただけるというチャレンジなんですけれども、まあね、この冷汁という汁込みで 5.5 キロなんで、まあ、僕らに40分は甘いということでですね、まあ、何分というよりかはタイムアタック的な感じでですね、最速をというか、僕しか挑戦してないので、まあ、最速にはなるんですけれども、まず第1号としてですね、できれば記録を今日作っていきたいと思います。これ毎回昔からそうなんですけど、このガチチャレンジっていうのはもう本当に緊張するので、まあ、ドキドキしているんですが、ひとまずですね、まあ、冷や汁ということでこの汁かけさせていただきます。うまそう。注いでる瞬間からもう出汁のいい香りがしてますよ。はい、こちらですね、総重量 5.5キロ、もうね、きっちり、測って作っているメニューですので、もうきっちり 5.5 キロの、チャレンジメニューとなっております。じゃあ今回ですね、どれぐらいかかるかわかんないけど、せっかくなのでノーカットでいきましょうか。いきましょう。じゃあもしよろしければ3秒前から掛け声いただいていいですか。はい、はい、じゃあもういつでも大丈夫です。はい、スタートまで、はい、3、2、1、いきます。スタート。はい、いただきます。よっ、うん、
5分17秒3、2、1、いきます。スタート。はい、いただきます。いいよ。
5分17秒。ということでですね、もうしっかり完食させていただきました。本日 5.5 キロの冷や汁、こちら5分と17秒ということで、まあ、久々に、いいのが見せられたんじゃないでしょうか。一応フードファイターとしてね。一応ですね、こちら冷や汁チャレンジルールということで、まあ、誓約書がございます。改めてね、ちょっとご紹介させていただきますと、こちらが3キロで、下が5キロということで、一応ですね、まあ、一般の方は制限時間今40分ってことですけれども、動画を撮りに来るね、プロの方はこんなこと言わずにガチでやってみてください。マックスさんなんかはね、ライブでネイサンズに行くとお話ししてますが、他誰か行くのかな、わかんないけど、もしね、今年ネイサンズ行く人がいるんであれば、行く前にまず僕を倒してください。まあ、マックスさんはね、これ5分切ると思うけどね。まあ、ぜひですね、皆さんも我こそはっていう方は、このね 5.5 キロの冷や汁チャレンジ、ぜひ僕の記録越してみてください。ということで、先ほどですね、チャレンジは終了したんですが、さすがにね、あれだけじゃあまりにもどんなお店かわからないじゃないですか。で、僕もですね、せっかくお店来ておりますので、このお店でね、提供している美味しいメニューいただこうと思います。今回でいただくのは、このランチにね、提供しているような形なんですけれども、毎日こちらのお店さんでは、小鉢のようなね、このつまみに関しては食べ放題で、ご飯もお客様の自由に取り放題で、名物にね、このサーモンのこぼれ丼のようなものがありまして、ちょっとね、今回はそれを最後にいただいて、動画締めていこうかなと思います。じゃあサーモンお願いします。お願いします。うわうまそうってことで、いただきまして、この名物のサーモン見てこんな感じ、めちゃくちゃぶつ切り。早速ね、こちらもいただきます。いやー、うまそう。でもこれだよ、これどう、こうよこうよ、うわあー、うまい。これうまいし、これ普段もサーモンはこの盛りってことですか？ライス4、5杯ないとなくならないですね。うまっ、これうまっ。ほんとチャレンジで今日終わらせなくてよかった。これよかった。ちょっとね、あの夜メニューも撮影してありますんで、メニュー表ね載せておきます。こんな感じ。うまい。はい、ごちそうさまでした。ということで、本日はですね、こちら食堂つつむさんで最近始まったこの冷や汁チャレンジ 5.5 キロ挑戦させていただいた後にですね、こちらランチで提供しているメニューをいただきました。本格的な、もう本当に、あ、この居酒屋当たりだって食った瞬間に思う、そんなクオリティのね、料理でございます。ですので、ぜひですね、皆さんも気になった方はこちらのつつむさんで美味しい料理食べてみてください。で、プラスね、我こそはという方はチャレンジメニューにね、挑戦してもらって、僕の記録をガンと抜いてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりまして、そちらは合わせて概要欄の方からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。うわー、ようやりました。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。これ結構久しぶりじゃないですかね、こんなに喋らずにさ、ガチチャレンジやったのって。もう何年ぶりか、まあ何年ぶりは言い過ぎだろうけど、何ヶ月ぶりかね、わかんないぐらいガチでやってみました。いや、なんかあの、そうだね、ちょっと自分の実力を思ってた以上に下に見てたというか、もうね、こんなに記録出ないだろうとは思ってたけれども、まさかね、まあ知る、もうほぼほぼ言うても知るものではあるけれども、 5.5 キロ、まあ、5分ちょいということで、すごいね、すごい。本当に家に帰ってきて落ち着いた今ね、こう改めて思いますと、まあなんかこうやべえなぁと思います。やっぱ大食いってすごいね。
まあ自分でね、もう何年もやってるから、こんなこと言うのもあれなんだけれども、もうね、常識では考えられない速度で食べたなと、自分でも思います。あ、なんかね、もう7月かな、おそらく。多分毎年ね、ネイサンズっていうのは、あの、ホットドッグ大会ね。アメリカの独立記念日にやるので、多分7月に今年もね、開催するとは思うんだけれども、マックスさんもですね、最近こう生放送でちょこちょこと、まあ、練習というかトレーニングのね、ライブ放送もしてますし、なんかね、こう行く前にみんなのね、応援ができればなと思っております。なので、ぜひですね、マックスさん、行く前に僕のね、この記録抜いてから、日本一になってからね、その早食いのね、ホットドッグの大会行ってください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。